オール・オア・ナッシングは日本の女性アイドルグループ、ダンスボーカルグループである。2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興支援のため、楓のプロデュースにより2015年12月23日に結成した。コンセプトは古着系ダンスボーカルグループ、クレーンプロダクション所属。東日本大震災から約半年後となる2011年9月、当時、自身で音楽活動をしていた楓のもとに、音楽仲間であった3ピースアコロックバンド、メリチョコメンバーの及川拓馬より、震災で全国から送られた支援物資の古着が現地で余ってしまい、自治体の倉庫に入りきらず困っているという相談があった。そこで、古着を使って何か社会貢献ができないかと検討したところ、当時はアイドルグループ全盛期だったことから、古着をテーマにした女性グループを結成してみてはどうかという考えを思いついた。また、女性グループの大多数は衣装がみんな一緒だというところに疑問を抱き、古着をコンセプトにすることで衣装がバラバラでもグループ感が出るのではないか、ステージ衣装として余った古着を着て活動することによって常にタレントの個性を出しながら震災の風化を防げるのではないかと考え、古着系アイドルというコンセプトを立案した。自身が所属していたレーベルタートルエンターテイメントにこの話を提案したところ、楓をプロデューサーとしてプロジェクトが始動。グループ名は人生一か八かとアイドル戦国時代に殴り込みをかけるという意味合いから古着系アイドル18とすることが決定。同年2011年11月よりタートルエンターテイメント内に新規芸能事業部となるクレーンプロダクションを立ち上げメンバー募集を開始。最終オーディションを勝ち残った6名にて2012年1月に結成しお披露目ライブを開催。2012年2月より正式に活動を開始。2012年5月にメンバー1名追加。2012年12月にはメンバー11名追加となり、最大18名のメンバーが在籍。その後、グループ名を古着系18に変更。メンバーの脱退、卒業、追加といった紆余曲折を経て、2015年6月、約3年半の活動に終止符を打ち、解散。当時プロデューサーであった楓は、復興支援のためにグループを結成したという強い思いがあり、支援を途絶えさせたくないという考えから、解散に抵抗もあったが、解散がメンバーの総意だったため、その意思を尊重し同意した。しかし、楓は、最低10年は復興支援の活動をしたいという強い思いから、再び被災地支援のグループを結成することを模索。その頃、古着系18に追加メンバーとして加入予定だった秋野遥香、柳沢千里の2名がお披露目前のレッスン中だったことから新たなグループを結成し、その初期メンバーとして活動してみないかという話をしたところ、2名の了承を得て新たなグループとしての活動準備期間に入った。その後、グループ名が以前の一か八かという意味を継承した。オール・オア・ナッシングという名称に正式決定。2015年8月11日、宮城県石巻市雄勝町で開催された震災復興支援イベント、ライトアップ日本にて、秋野、柳沢2名での活動が開始。少人数ということもあり、プレオープン活動として、0期生という呼び名となる。その後、4ヶ月の活動を経て、2015年12月23日、オール・オア・ナッシング初のワンマンライブで、飯田光、桜木奈々が新規加入。ここで、1期生4名による、オール・オア・ナッシングとしての活動が正式にスタートした。2016年3月11日、震災から5年という節目のタイミングで、1枚目、マキシシングル、Stand up! を、世界243カ国に配信。1ダウンロードにつき1円を、雄勝まちづくり協会に支援金として寄付するという企画をスタートさせる。翌月4月29日に、同タイトルを全国リリース。2016年5月7日に開催された、プチワンマンライブにて、2期生として、泉博奈、佐藤優が新規加入し、メンバー6名となる。同年8月10日には2枚目マキシシングルとなるビビットビーチを全国リリース。これに先駆けて8月10日から17日の計8日間初となる全国ツアーを開催。またツアー中日となる8月15日に開催されたプチワンマンライブにて3期生としてさくらあん、大和由衣が新規加入しメンバー8名となる。同時にオール・オア・ナッシングとしては8名で活動を行うこと、メンバー追加は卒業メンバーが出た場合のみとなることが決定。結成1周年となる同年12月23日、初台ザ・ドアーズにて2回目のワンマンライブ、This is the All or Nothing、ここから始まる新たなストーリー、目指せ集客150人からを開催。この日、集客150名を目標とし、最終的には151名の集客を達成。なお、このワンマンライブ中に、翌2017年12月23日に同じく、初台ザ・ドアーズにて、ワンマンライブの開催を発表。倍となる300人の集客を目標とすることも決定した。2017年2月21日及び3月21日には、初となる地上波間、番組、アオンチャンネルが千葉テレビにて放送された。上記年表参照スタンダップ、タートルエンターテイメントビビット、ビーチタートルエンターテイメントありがとう、タートルエンターテイメントオールアナッシングミニタートル、エンターテイメントディスイズザオールアナッシング、タートルエンターテイメント。ありがとうございます。